はい、こんにちは。日本海格闘靴田亮でございます。コンブスコンブ様、ハレクラニア様、トシ3373様、無意自然様、高橋様、三章のみーちゃん様、ハッピーニャンニャン様、夏美様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただいている方もいらして誠に恐縮でございます。ありがたい、ありがたい、ありがとうございます。今日7月7日は私も大好きなカルピスの日だそうであります。なぜかは知りません。最初の発売日とかなのかな。調べる気もちょっと疲れちゃっておきないんですけど、通りすがりの厚労省で選挙活動してまいりました。当面の間、外国人も日本人と同じ条件で生活保護してくれ、やれっていう70年前に厚生省社会局長が出した通知を取り消せ、これのせいで未だに外国人の生活保護やってんだわーいうようなことね。大体おかしいでしょ、当面の間って出された通知70年も取り消さねえなんておかしいよな。どこが取り消す権限っていうか、厚労省の何部何かがこれに責任を負ってんだろう。ちょっと調べたいとは思うんですけれども、今は忙しくてね。どこが取り消すべきなんだろう。何かの誰それ課長がまあそこまで突き止める気はないですけれども、新宿西口で、アナウンス流しながら選挙活動してらしたら、してましたら、二度妨害に遭いました。多分外国人生活保護廃止に反応したのかな。一人目は、顔を近づけて威圧するやつ。まあ、こいつですね。最初はカメラでパシャパシャなんてこんなあからさまに撮ってたんですけど、こっちから一歩近づいてですね、顔を近づけたら、のげぞってました。のげぞってました。敷島会で100回以上、芝木隊の妨害を受けている私に対して、威圧とかね、威迫とか、そんなのは通用しませんよ。ましてや、肺がんになって、いず死ぬがも、わかんねえ、無敵なんだから私は、怖いもんねえからね、のげぞっちゃって。二人目は何を言っても納得しない質問魔で明らかな敵、私の時間を潰そうっていうね、おめえと喋ってると他の人と喋れねえんだよ、どっかに行けよ、選挙妨害すんねえよ、言ってしつこくいたっけな、警察来るまでいたっけな、頭が悪すぎるか脳みそ腐ってるやつですね。これ芝木隊同様ですね、歯並びが異常に悪かった。ですんでどっちも有権者じゃねえからノーダメージだな。なんて思いつつでね、2人目のやつの歯並びすごく悪くて、何食ったらそうなんだよっていうぐらい歯真っ黄色、なんかねみかんの色みたいなのしてんの。気持ち悪い。何食ったらあんな歯の色になるのかな。歯ガジャガジャだしな、気持ち悪。まあ、新宿署からですね4人と警視庁から公安が来て、こっちの方がビビっちゃいました。1人目は逃げられましたが、2人目は警察に何十分も事情を聞かれてました。1人目はですね、私がグッて顔近づけたらのげぞって、逃げちゃったんですけどね。新宿署の担当刑事の顔にですね、めんどくせえなって書いてあったんで、立件されるかどうか微妙であります。よっその国にお情けで置いてもらってるくせに、おとなしくもせず日本人への嫌がらせで何とかしようとするから嫌われるんですよね。私も大っ嫌いです、大っ嫌い。そういう連中、芝木隊もそうだけど、あ、日本人じゃねえなこいつらっていうようなやつら、もう大っ嫌い。大体歯並び悪くてね、ガシャガシャ、歯真っ黄色、なんだあれ、何食ったらなんだ。自業自得ですわ、嫌われるのもね。それを差別と呼ぶなって話だよね。宮殿発表、定期検査で停止中の玄海原発4号機を7月13日に再稼働を、当初は9月下旬予定だったが電力逼迫で前倒しだそうであります。なんだ、できんだったら最初から2ヶ月も早く
2ヶ月以上も早く再稼働早め早くできんだったら最初からやれっつーな。だぐやー、玄海原発ではテロ対策の特定重大事故など対処施設の工事中に火災や事故が相次いだなんて記事にあって、これ見過ごせねえなって思いましたけど、ネットなんです。よっしゃどんどん稼働してくれ。半原発の立憲うんこ党涙目、これはもともと4月まで運行してて普通の定期点検、だった分、電力逼迫でごちゃごちゃ言うやつが確実に減ったよな。半原発のやつですかね、あら給電は太陽光からの発電多すぎて買わないとか言ってなかった。需要に関係なく発電量が変動するゴミ電源は、これ太陽光ね、配電網にとって害にしかならないからいらないって話。なるほどそうなのか。発電量をコントロールできねえ自然任せの、電力発電は送電網、ですか、送電システムに負担かけんのか、なるほどな、勉強になりました。この不安定な発電は割合が高まると停電の原因になる。じゃあ百害じゃねえか。再稼働したのはおそらく東電への送電のため、試験なんですけど、テロ対策の工事中に火事と事故ってもうテロにあっとるやないかーい。テロに備えた工事完了しちゃうとテロできにくくなっから妨害されとるやないかーい、思っちゃったんですけどね。犯人はまあ反原発の連中でしょうね、間違いない。昔から私の持論なんですけど、原発は全て自衛隊に譲渡し運用運営してもらう、バイデンの利益は防衛費にするっていう持論を持っております。電力会社の売上合計はですね、年間15兆円程度ですね、つまり日本は1年間に15兆円程度の電力を使ってる。原発で3分の2程度発電すればね、10兆円規模ですよね。自衛隊がオーナーになればですね、こんないいことありますよ。原発をテロから守れる。逆に自衛隊で守れなかったら他どこも無理っしょ。自衛隊で無理なら、無理な攻撃なら、原発事故に対処できる。自衛隊でダメなら他どこの組織も無理っしょ。まあ、あのチェルノブイリなんかもですね、ソ連軍がひしこいて、封印しましたけど、福市はアメリカ GE 製のオンボロ42年製、使用者が東電っていう話でね、トヨタが作った車を使ってるタクシー会社がよ、車がおかしくなった時に対処できないと同様にですね、電力会社使用者である東電が原発を完全に管理しろっていうのは酷な話でして、無理な話でして、だって作ってもねえしメーカーでもねえし、使った電気代が国防費になるというなら喜んで電気代払うしね、こっちもね。というわけで私は全原発を自衛隊が所有すべきという論者です。で、あの売った電気代を国防予算にしてちょうだいっていう論者です。まあ異論は認めますけどね。神戸新聞県民調査で29歳以下の立憲支持率がついにゼロになる。まあ、あの神戸兵庫県限定ですけど、立憲うんこ党支持率29歳以下ゼロ。30代 6.9%、 40代 11.5%、 50代 11.7%、 60代 7.7%、70歳以上 6.9%。 あれおかしいな、立憲なんか赤も赤なんだから団塊世代が一番支持率高くなくっちゃおかしいんではってちょっと疑問に思いましたけれども、これは後ほど お話します。ネットの話、シールズとは一体何だったのか。まあ若者代表みたいな、シールズは共産やでちょっと間違っちゃったみたいですね。シールズは立憲、
勘違いしてたみたい。ネットによってとんでもない組織だと広まった。ツイッターでのキチガイっぷりを見て、ダメだこりゃってなってんだろ。社民の次に切れるのは立憲かな。兵庫県だけか。県民性ってあるのかな。兵庫県は立憲の代わりに維新が強いであります。29歳以下の支持がゼロなのは、まあ、当然っちゃ当然ですね。この層は、片時もスマホを手放さないし、まあ、いろいろ知ってると思われますんでね。今日、新宿のカフェでトイレ休憩したんですけど、隣の20代のリーマンがですね、チンチンの雫を落としながら、LINE 打ってました。びっくりしたんですけど、私。振りながら、打ってんの。びっくりしちゃった。驚いた。動画と思うぞ、それ。まあ、当たり前なんですかね、若い人は。そんなことは。おっさんの私がびっくりするくらいで。2桁ある40代、50代は、一体、どうしちゃったんだ。やっぱ労働組合の付き合いとかですかね。60歳以上になると再び一桁に落ちるのはですね、現役世代に熱狂的に民主党を支持した方がリタイアして夢から覚めたつうことなのかな。なんだ全然ダメじゃんつって維新だ、兵庫県だけにね、つうことなのかな。東京選挙区、改選前は立憲2議席、あったんですけれども、まあ、蓮舫と、なんつったっけな、あいつ。元検事の、小川、なんとか。78ぐらいになってんのかな。この人引退してですね、蓮舫と松尾っちゅうやつ出てんですけど、今回めでたく松尾が落ちて、蓮舫だけになるっていう、各社の予想が出ております。つまり1議席減少、東京に限ってはね。まあどうなるかわかりませんけれども、まあまあ民主党の夢が覚め、60代70代の方もダメだこりゃってなったのかな。で、兵庫県の40代50代は組合とかの付き合いで仕方なく立憲の支持が多いのかな。29歳以下はゼロと。まあ、立憲運行党ですからね。うんこ、おいでくるようなとこ、支持できねえわな。選挙戦も、残すところあと2日、頑張りたいと思います。皆様も、都民への投票呼びかけ、よろしくお願いします。ずうずうしいですね、私も。デトックスジャパン。